はい、回転です、今日はですね、Xbox クラウドゲーミングで Forza Horizon 5をやってみたいと思います。これね、2021年12月かな、に発売されたばかりのゲームですので、それがね、Xbox クラウドゲーミングでね、早速プレイできるということで、ちょっとやりたいと思いつつ、ちょっと、若干ね、何週間か経ってしまったんですけれども、やってみたいと思います。で、これちょっとね、実は、ちょっとやって、で、チュートリアルみたいなね、最初ムービーが、若干、まだチュートリアル続いてるんですけど、やってみたんですけどね、そこね、本当はそこからもう一回ね、録画でやり直したいなと思ったんですけど、クラウドゲーミングの場合ね、セーブデータをクリアする方法がちょっと分かんなくて、クラウドゲーミング、すいません、クラウドゲーミングって言いましたけど、これはクラウドじゃないです。ゲームパスに含まれているんですけども、ちょっと綺麗なね、画面でやりたいので、クラウドゲーミングでプレイして、その後、ローカルにインストールし、をして、それで、撮り直すっていう感じでね、ビデオ撮るって感じでちょっと始めてみたいと思っています。はい、セーブデータがね、今ハンコンちょっとつけてるんですけども、結構簡易的なハンコン、つけてます。フォースフィードバックがないやつなんですけども、どこなんだっけな、ロジクルかな、プレイステ主に堀の、フォースフィードバックのないハンコンですね。はい、でちょっと、何にも設定してないので、もしかしたら調整が、ステアリングの調整が必要かもしれない。 Turn around when it is safe to do so. あ、でも一応ステアリングは効く。Recalculating route.ただちょっとどうだろうな、調整まあ必要かもしれないけど、まあいいや、とりあえずやってみましょう。で、なんかね、チュートリアルクエストみたいのがあるみたいなんでちょっとやってきますが、マシンがね、なんか一応ね、一番最初の初期状態が3つあるみたいでね、フォードのなんかこれと、あとスポーツカーっぽい、スーパーカーっぽいシボレーのやつと、あとトヨタスープラね、トヨタスープラに乗ることもできると。はい、で結構オープンワールドっぽい感じのフィールドらしいのでね、はい、そういうところをこう自由に走れるということみたいですね。はい、あー、ちょっとステアリングちょっと慣れないと難しい。ちょっとね、クラウドゲーミングの時はね、コントローラーでやってたので、こういうちょっとコースアウトしても、なんかまあシリーズやってる人にはおなじみなのかもしれないですけど、ね、サボテンとか結構いっぱい倒すと、なんか得点が入ったりするんですよ。何の得点かわかんないけど、ちょっとステアリングが未調整なので、ちょっとデッドが多すぎるかもしれないね。結構ひねっても何の反応もないから、やっぱちょっとこれキャリブレーションというか調整が必要かもしれないね。ちょっとそのやり方、まあ、ゲームによってそういう調整方法って違うと思うので、これあれかな、オンラインのユーザーかな、煽り運転やめてくださいって俺がぶち当たってた。
arrived at your destination. ちょっとこれ始めるのは初めてなんで、ちょっと始めてみようか。始まんねえし。始まってんの。ショーケースイベントでドライビングする。ボタンを押してるつもりなんだけどね、始まんない。おい、 X ボタンじゃなかったっぽいぞ。なんか今四角ボタンを押したら始まった。プレステのあーそっか、プレステのマークとこれ XBOX のマークになってるから、これボタンのマークが違うんだちょっと分かりづれえな。プレステでいうとこの四角ボタンが×ボタンなのかな、 X ボタンか、×というよりは。レースビンド開始。これな、どうする、とりあえず何もチューニングとかできないと。レベルと設定、難易度レベルとかね、ここら辺でちょっとステアリングデッドゾーンとかね、ここら辺ちょっ と調整した方がいいのかなっていう。なんか主要なステアリングコントローラーのね、プリセットがあればいいんだけど、ちょっとそういうのはないのかな。うん、とりあえずね、やっていこうかなと思います。はい、わかんない、とりあえずレース。あ、フォードのこの車になんか自動的に切り替わる。何すりゃいいの。 This is Scotty Tyler broadcasting to you live from a plane. This time we are throwing everything we have got at this superstar. But good. Pilot. 滑走路の進展が。で。やば。おほほ。そう、最初のチュートリアルムービーみたいなこういう演出がねあった。うわぁ、やばい。滑る。やっぱこれフォースフィードバックがあったらもっとね臨場感あるんだけど、でも普通のコントローラーでやるよりはハンコンでやった方がね、やっぱりなんか車運転してる感はすごいある。ちょっとね、これは調整がし、やっぱり細かく調整した方がいいですね、アプリのこのゲーム内で。やべえ。What's it gonna take to beat this superstar? Let's see what else you got.チェックポイント400m。 レースってね、だポジション4パー4で4位です。周回遅れ、後ろにもう近づいてるとかする。前に全然見えないね。うわぁ、市街走んのか、なんかチャリンコみたいなのしてたぞ。やば、チャリンコみたいのがしてる。やべえ、すげえ緊張。パルクールみたいなのやってるよ。ちょっと危ねえ。
やばいよ、人聞いたらどうなるの、聞くとかあんのかな。チュートリアルみたいな時にはね、もうちょっと前はちゃんとあの観客はね、柵の内側にいるというかね、絶対弾けないような感じになってるんですけど、こんななってバイカー、こんななって道路に出てくるのはな、初めて。ああ。ただ乾燥すれば OK なんだ。なんか順位的には全然低いから。あ、なにこれ、バイカーとこれ競ってんの、もしかして。こいつら抜かさないとダメ。死んでるよ。怖い、怖い、ジェットコースターみたいな。やば、こんなとこに。これ終わりにカーブあんの、やばい、きちくだな。お、なんかムービーモードになってる。うほほほ、2位なのか、いつの間にか2位になってた。スタントチームスペシャルパワー、はい、続ける。マシンくれるって、イエーイそんな簡単にもらえるんだよ、イエーイ、やった。まあ、スタッツがなかなか面白いね。35も道路を見つけたの。戻った。フェスティバル会場に戻れって言われてるな。一番最初にね、来たところか。いや、これね、セーブのクリアの仕方、どうやらちょっとググってもね、わかんないで、ないのかもしれない。こういうね、やばい、残っちゃう。あ、ダメだ、ちょっとダートな道、ちょっとこの車だと足を取られる。砂嵐が前方に見える。パーク、Every car has its own set, offering unique bonuses. Skill points can be spent on any car you own. このマシンを所有して 3000XP を獲得しよう。え、これ持ってんじゃねえの？あ、持ってんだよね、もうすでにね。獲得してん。スリングショットスキルのスコア。なんだそれ。フリー走行。これどれでも覚えられるのかな。あ、価格っていうのがあるわ。1じゃないと。ね、覚えられないんだ。だから、今んとこ覚えられんのは この2つぐらいか。わかんない。直前のパークが。え、これじゃないといけない。所有した。スキルポイントが違います。こういうのしていけば、何、ポイントが貯まるの。この黄色はポイントなんじゃないかな。今滑っただけで4000ポイントゲットしたんだ。いやー、ちょっと分かんない。黄色のポイントはちょっ
と1キロ、1キロもちょっと走らないといけないと。元来たところに多分戻ってんだと思うんですよ。I've had a few requests come in, both in need of a talented driver. ドライバー求める AI。My friend Carmen is looking to photograph some storms in the area, and she's asked for a driver with strong off-road skills. And Alejandra has requested a driver to help her search for a long-lost Vocho. We've a bit of time before the next big event. Who should we contact first? 選ぶんだ。これなんだっけ？You sure we can make the schedule work? I can come back for the other one later. Yeah, I wouldn't be much good at my job otherwise, would I?わかんないね。これは砂嵐。最初に言われたのはこれだからね。I'll help Carmen. Roger that. I'll let Alejandra know you can help her later. はい。車を使ったいろんなクエストというかミッションをね、受注することができる。Haley says she found me a driver, one who's not afraid to dive right in. Have you ever chased after a Mexican dust storm before? No.You have arrived at your destination. どういうこと？とりあえず走るだけだからね、車だからな。降りてカメラで撮るとか。Oh, you're the driver everyone talks about. Haley's asked for pictures of all the cars at the festival. It's called Horizon Promo. And obviously, we want action shots, fast ones. もうスピード出さなきゃいけないのか。Let's go. これでスピードを出さないといけない。For Horizon Promo, you just need to take a picture of your car, but it'll look better with a little drama. Let's head into the storm and find the perfect location.中にちょっと今入り始めた。指示があんまりよくわかんない。とりあえずこの砂嵐の中を走れればいいんだな。ダートだからこれ滑ると。だからまあスピードとステアリングにはちょっと気をつけた方がいい。でちょっとこうやってドリフトするから。タイムアップとかあるのかな。ちょっとサイドブレークでドリフト。サイドブレーキ。ちょっとアルティメットサイドドリフト。こんなとこ飛んだ。Over there, do you see it in the sun? Get a picture of that statue. フォトモード。走りながら。モード開けない。リワインド。フォトモードに入れない。
ントモード。方向パッド上って書いてあるな。押してもね、効かないんですよね。よくわかんないけど。してもちょっとコントローラーの上を押したら入れたね。音を取る。これでいいのか。共有はしなくていいけど、これでいいのか。いや、できてることになってねえっぽいな。この青のところでやってみよう。ちょっとぐらいずれててもね、大丈夫そうな気がするけどね。あ、これでいいんだ。おい、this is incredible! The photos look great! But there aren't supposed to be any statues like that near here! なるほどね。ファストトラベルってできないの？ Yeah, that must be it! Okay, I'll get these photos to Haley. We should go treasure hunting again soon, eh? I'll call you! ジープの車くれんのか。まずはダートこれでできる。お見事。Hey Kai, we've kicked off a whole bunch of new events, so it's time for you to get out there and show us what a superstar can do. Everything you do earns you accolades. Think of them as mini challenges that cover races, stunts, exploration, everything.If you earn enough accolades, we'll be able to expand and kick off the next chapter of the Horizon Adventure. So, what do you want to do first? 5950獲得して次の Horizon Adventure Chapter を録音する。アコレード表示、イベント選択した。Here's where we track your accolades. Everything updates automatically based on what you've achieved here at Horizon Mexico. But right now, all you need to worry about is getting back out there and doing what you do best.プライズ受け取る。車フォーカス、フォードのフォーカスをゲットしました。いろんなことをやるといろんな車が手に入りますね。ってことですと。で、今ここにいるのか。感想、これは写真。I could go for some racing.アコレード表示する。間違えた。これでアコレードを表示する。これか。夢報酬は750円もらいます。なんかいろいろとね、まあ車がもらえる。でもお金貯まれば多分車買えれるようになるんだよね。多分。あ、フォードフォーカス。なんかちょろっとやってる。これね。あ、ファストトラベル。ファストトラベルがなんか、これで、中古車。中古車が。The auction house is for buying and selling cars at the festival. If you go down there, invite me, okay? I love this stuff.何でもいいからって。今3万1000円しか持ってない。フェアリー Z とか買えるぞ。ちょっと日産のメーク、
日産が買いたいです。日産が、日産の車が今回ね、これトヨタも結構出てるみたいなね。日産の車見せてください。シルビアスペック R とか、いい。入札開始、希望価格で落札、希望価格で落札できんのかな。いいね、フェアリディ Z、スカイライン G、R31、R32 か34が欲しいな。かっこいいけど高い。GTR R35、7万、ちょっと買えない。31なら買えるね。うん。落札失敗すると買えないんだよね。ちょっとコントローラーの方が入れやすいな、運転してないときは。 R34 があるかな。ちょっと検索の仕方、GTR、 95ってもっと前か。V スペック、まあここら辺だよ多分。R34 とかね。32っぽいね、これね。ちょっとお金もうちょっと貯めてからにしようかな。ちょっとこれでなくなっちゃうのはちょっともったいない。ってことで、ファストトラベルしちゃったけど、近くのところに変えようか。ここにちょっと買いますと。はい。違う車に乗るから。You have arrived at your destination.さあどれにしようかな。馬力これでいく。お金減ってるわけじゃない。ほほほ、どこ行けん、どこ行く。ほほほ、あ、勝手に変わるのが車は多分。メキシコサーキット。はい。腕を磨く。武器だって。これいいね。これできるの？これできんのかな？これやっていいの？これ。このなんか、購入しないといけないの？これ。ダート用の車買わないといけねえんだ。やば、全然クレジット足りねえわこれ。俺多分3万しか持ってないから。分かった、じゃあこれはできないので、これでやるしかない。馬力を高いものを使ってもいい。ハンドリングが高い。やっぱこれが一番いいね。よし、行くか。コルベットのスーパーカー。へへ。かっちょいい。
ちゃんとうまく撮れてるかちょっとわかんないんですけど、 4K の 60fps で撮影してます。はい、チューニングできるぞ。チューニングただこれ難しいだろう。ほら、ちょっとリアと空気圧とか、なるほどね、今ちょっとギア比とかも変えられます。ロック、まだ、ロックアライメント等キャスター、内股外股みたいなやつかな。スタビライザー、安定性増す、スプリングの、強さとか、車高、減衰力、エアロパーツ、ブレーキ、まあ、ここら辺デフ、ここら辺のなんかね、いろいろとチューニングができるみたいなんですけど、ね、来ればね、こういうの、ね、やるんでしょうけど、ちょっと今んとこわかんない。前ね、グランツーリスモとかでやってたな。これどうすればいいんだ、これ乾燥すればいいの。いや、これいろいろと、これみんな車いいのかな、加速がすごいのかな。でも俺が来たんだけど、ああ、これが下手なだけです。ビリです。オスタートするとこれ怒られる。ショートカットなんかね、できちゃうと。やばい、ああ最悪だ。これは無理だ。ビリケツ、ビリケツから抜け出せねえぞ。変なクラッシュする人がいる。マイペースで走ってきます。この旗の内側を通らないといけないのか。コースアウトしたからか。これかチェックポイント。
ビリケツです。ズギャンみたいな。これは行ったことになるわけ。何回もやんなきゃダメなのかな、これな。わあ、ちょっと次やったことになんねえんだよこれね。多分乾燥すればいいんじゃないの。勝者。あ、でもなんかお金もらった。レベルアップした。しかもビッグプライズのオファー every time. Have a wheel spin. え、靴下。ハイソックス。野郎はあんまハイソックス履かないでしょ。Haley! はい。How was that? Not bad. You'll find all the late. なんて？ Latest horizon events on your map. Go explore.とりあえずやりまくれってことだね。なるほど。さあ、どうしようかな。そうだ、アレコード。何にも解放されてない。やったとか、シーンってなってないのがやってないやつなのか。次はこれは？わかんねえな。ビッグストリップ。これは何？飛ぶやつか？うわ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 、怖い。今の怖えな、本当だったら。ジャンプかな？You have arrived at your destination.今ので良かったのか。今のやったことになったみたいだな。プンターレスピードゾーン、ここら辺ファーっとやっていくか。これはなんだ。家を購入するだって。ファストトラベルはできない。靴下もあったよ、靴下。スピードゾーン、stay on the road and floor it all the way through。全速力。むずい。どうですか？どうですか？よかった？あんまり微妙みたいな。わかんない。いけてんのかな？どんぐらいいけたかがあんまちょっとよくわかんない。でも、やったことになってんな。2つスターがついてんのか。207キロを超えれば、そういうことね。2つ星をゲットしたってことか。これは全然ゲットできてないんだ。そういうことか。若干分かってきたぞ。じゃあこれだな、次は。どん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 やることがね、出てくるから、なんか次から次へと面白いね、こういうの。なんかね、なんかUBI の RPG やってる気になる。車で。これはすご
さんモータースポーツとはやっぱちょっとなんか趣が違うというかね、フォルサホライズンシリーズをねがっつりやるのは初めてなんですよね。これか、これさっきこれさっきやんなかったっけな、やったような気もする。さっきビリケツになるやつじゃないこれ。変えてみる。ちょっと変なフラッシュしないように食らいついてきた。でもなんか車の性能が違うような気がする。ああやばい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 。かなりひねらないと曲がんないんですよね。なんかちょっと調整どの…あーははは、うっそ、あー結構この状態でひねってるんですけど、またビリです。これ順位がいいとなんか違う報酬が受けられるのかな、そこら辺がちょっと見てもあんまよくわかんないですよね。
報酬がわかんない。イベントが始まる、イベントに向かいましょうって言われてるけど、イベントどこ、ん、どうすればいいの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 、これか、いいね、今から行けば8分後ってとか言ってたから、レーシングゲームね、うまいわけじゃないんですけど、ちょっと下手なんですけどね、まあこうやって運転してるのすごく楽しいです。レースゲームといえばね、グランツーリスモ7がね出る予定ですよ、3月に。それはもう予約してます。はい、 PS5 はあれ PS5 だけかもうないの。 Well, someone is keen for Horizon Arcade. Why wouldn't you be? This is the best place to play games and do stunts with other drivers. We'll start soon. You run along and make friends.あ、これ待ってないといけないの、もしかして。これ V ルックってどうやってやるんですか。リワインドしなくていいよ。あ、びっくりした。映像にしたのがね、ちょっと臨場感あるかな。後ろが見たいんだけどね、簡単が分かりますね。5分待たなきゃいけないの。Hey, mi amigo.、These are all the cars you've ever owned. There are some gaps in your collection, though. You should do something about that. Oh. My Horizon Message Center. 最新情報を確認できます。英語です。ギフトマシン。送られました。送られてるのか。これを何くれてんの、くれんのこれ。え、これくれてんの、これくれてんの、え、これ、マシン、ギフト、もらえてんのこれ。Three big spins, three big prizes. This is a super wheel spin. Care to test it out? やった、え？ファイヤーバードってもらえたのこれ。え、なんか金もらえてる？すげえいっぱい、もしかして。ミニ。なんかいっぱい、マジで言ってんの？マジで言って、なん、ダットさん、ちょっと待って、マシンすげえ増えてない、やったよ、おいー、バイパーとかも手に入ってる、やったー、すげえ、
ん、なんかリワードさらにもらえるダットさん、あ、揃ったからか、揃ったんだって。いやーすげえ、なんかボコボコね車が手に入るのはいいね。あ、もちろんお金払わないとね、アンロックされないやつもあんのかな。1台だけのやつをゲットするとね、リワードがまたさらにもらえると。へえ。なんまだあるよ、まだある。え、ポルシェだってスパイダー、こんなことやってたらすぐ時間が来るな。You have arrived early, but the next Horizon Arcade event will begin shortly. Enjoy. あと2分。ポルシェ、うえー、やった。レジェンドだって。ウィールスピン。ウィールスピン。お金いっぱいももらえてる、なんか知んないけど。お金73万なんて、すげえ。いっぱい買えるじゃん。これで好きなの買えるぞ、多分。あ、いや、ハストトラベル。すごいね。お金がいっぱいもらえたから。乗り換える必要があるかな。829。これに変えてみよう。The next Horizon Arcade event will begin any minute now. Okay. Enjoy.バイパー ACR ダッチバイパーです。かっけえ。バイパーも結構好きな、カラーリングがこれ結構特徴的だけどね。バイパーなんか青とか銀とかなんかそういうイメージがありますけど、黒いバイパー、ダッチバイパーね。さああと20秒でが始まると、何のイベントだ、なんか押さなきゃいけないのかな、なんか Get ready for Horizon Arcade! Go! Round 1 started! Bank that skill! 400m Turn leftエアスキルを獲得しよう。なんかボーナス的な面なのかな、よくわかんないけど、とりあえず走れ。何をすればいいのか、ターンレフト、エアスキル、エアスキルと、ちょっとこれ車違ったな、ダートだな、ダート。 In 400m, turn right. ちょっと滑るぞ、あまり。Turn right. ということスキルっていうのはちょっと分かんない。は？これが目的地エリアなのか。ここで何かしろっつってんのか。いや。
登りねえぞ、もう そもそも今変えられる、これダートってこういうのをした方がいいんだよ。いやまあこれちょっと移動しちゃうかな。やっぱり移動しちゃってんな、ちょっと。あ、でも大丈夫。Turn around when it is safe to do so. エアーってなって、ちょっと飛んだよ。ちょっと浮いた。ウェイ。ほら浮いた。エアー、アルティメットエアー。ちょっと。ウェイ。ウェイ。できるだけ多く飛ぶって言われている。進んでるぞ、なんかし、一人だけだけど、一人だけ？誰か他にいるの？Get to round two. Hit that danger sign. There's the sign. You bring the danger. どこだじゃん。Let's see how far you can fly. Turn around when it's safe to do so.危険標識からできるだけ遠くまでジャンプしよう。危険標識どうぞ。In 400 meters, turn right. Turn right. どうやって飛ぶ？ここか。ここ飛べる感じになってた。飛ぶんじゃねえか、ここら辺から。そこか。いけ！あはははああ、コントローラーが下に落ちた。オートモードになっちゃってる。やばいやばい。5分な、まだ時間あるからな。どこだっけ？そこわかる。こっちに。あ、ここだ。合わせていく。これ合わせていく。もう一回なの。Recalculating route。今ので半分ぐらい飛んだ。ちょ
っとね、直前で、ね、ちょっとね、あと2回飛ばなきゃいけないって言われたらちょっと間に合わないかもしれないね。この角ぐらいまではショートカットしちゃって大丈夫。ここからね、Turn around when it is safe to do so。まだあと1回くらい飛ばなきゃダメっぽいよ。ほら、いや、できればあとちょっとでいいんだもん。これ直前で飛ぶぞ。直前で行けばいい。ブルズアイエリアターゲットをジャンプして飛び抜ける。なんかくぐり抜けた。ブルズアイターゲット。次熱中してやっちゃうね、これ。そんなに休みなくこう運転したくなるゲーム、あんま珍しいよな。普通のレーシングゲームだとない感じで、やってるとどんどん国物増えるし、インプレッサとか欲しいな。インプレッサとかランゲボとかさすがにあるよね。どこに何があるんだろう。やってみないと分かんないけど。え、時間切れになった。そうか、これがイベントレースなんだ。アーケードレース、まあ、いろんなのあるね。わあ、ちょっと結構遠くまで来たな、これな。ファスちょっとここ戻りたいところだけどな。でもファストトラベル1万クレジットって書いてあるな。金がかかんのか。宝の地図を購入。ああ、これ、リアルマネーが必要だな、これの。こういうとこ、ファストトラベルできない。1万で戻る。これは何？カオスイベント。スタント。面白いね。ちょっと戻るか。お金払って。どこがファストトラベル？ここがファストトラベルできる。イベント会場でファストトラベルできるのかな？ここら辺できないな。H のところじゃないとできないのか。まあ、ここに近くにやっていきたいなっていう感じはあるけど。
せっかくここまで来たからこれやっていくか。これ なんだかわかんない。獲得してるのがあるの。あ、セリカ GT4。 あー、これいいね。4つ目のセリカだ。ゲットしたぞ。これはいい。これ好き。4つ目セリカ。GT4。 あー、最高だね。このカストロールカラーとかにできないかな。これね、これやばいね。これカラーリング変えられないかな。やーべえ、セリカ。ちょっと四つ目セリカだ。好きだな、この。これはあれかな？ 4WD かな？なんかラリーカーっていうイメージがあるな、このセリカも。カストロールカラー。かっこいいな。トリコロールカラーっていうのかな？いや違うな、あの、イタリアンっぽい感じ。緑とね。赤と。ゲームは面白い。これ何するん？説明があるのかないのかちょっと分かるのかと思ったけど。車もあるのか。目的地は。You've arrived at your destination.デスティネーションはいいけど、ほら、ここで何をすればいいんだい。これはカメラで撮る。これは撮ればいい。いやジャガーを撮影するとかなんか。これ何すればいいんだろうね。いっぱい書いてあるんだけどさ、わかんないんだよね。トレイルブレイザースタートゲート。何これ、そもそも何なの。自己ベストリー、これは何をすればいいんだね。これ英語見てる。 You have arrived at your destination. ライト？わかんないよね。トマシスか、なんかよくわかんない。ここまで来たのに。何なんだろうね、このトレイルブレイザースタートゲート。トレイルブレイザースタートゲート。You have arrived at your destination. That's the start gate to a trailblazer. これか。Now all you have to do is hit the finish gate. Go, go, go!Hey, we were blazing trails here. You'll have to go back to the start gate if you want to run it again. What do you do? 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 What do you do?なんかあるぞ、ここに。
花だ。花蹂躙しちゃった。ウェイルってでも溺れっていうことじゃない。目的もわかんないし、目的地もわかんないし。登りきれねえ。まあちょっとこれ何を調べればいいのか調べないと思うね。グレートドリフト、はい、わかんないあまりにわかんないのでちょっと戻るか。1万も払わされる。さあ、ここら辺のやつを やるか。え？トレイルを完成する。いいな、セリカ好きだな。まあ、ゲーミング PC 持ってなければね、あのクラウドゲーミングでもこのゲームできるので、ね、ちょっとやってみた感じでは、まあ、4K は無理ですけど、普通にね、フルハイビジョンとかでやる分にはね、まあ、プレイできるなっていう感じですよ。これは何ですか？ジェルとトレイル。いやー、ちょっと待って、マシンを変えたいね。なんかこれダートなのかな、ダートっぽいよな。マシンをちょっと変えますと、またなんか増えてますと。セリーか、マシンマスタリー。あー、セリーか。ポイントは使えないです。はい。クラクションじゃないね。ファストトラベルしないといけない。まあいいか、これでやってみるか、とりあえず。ダートだ。わかんない。おすすめはこれになってんのか。いいね。じゃあこれだな。よし、フォード。フォードかな？デシエル。トレイル。デシエルとトレイル。慣れないですね。スピードを出して、コースアウトするよ。ゆっくり行った方がいいし。あー、こういうのはダメ。むずい。
ああ違う。馬力あんま変わんないんだな。うん、あ、単なる腕の差ですね。あ、ランチアっぽい車だな。物の目がいっぱいあるんだ。なんか褒められてる。名前がね、なんか選べるんですけど、まあもちろんカイテンなんて名前は なかったんで、カイしときました。まあたまにカイってね、つけるときがありますけど、名前は。マイホライズン。ウィールスピンができるようになってます。よし！お、S2000 だって。やった。うん。また車が増えた。もう70万も持ってるからね。なんか買ってもいいかもしんないけど。買うか。ちょっとこれ買ってね、今日どんぐらいやったかな、これ。もうどんぐらい、やったか分かんなくなっちゃった。新しい車。Welcome to the auto show. 新しい車高いか。Feel free to browse and let me know if you need anything, yes? でも買えるぞ。オフロードカーみたいなのも欲しいよな。やば。これとかもやばい。やばい。GT か、GT レーシングかみたいなのはあんまりないんだよね、そう。こういうとこだとないのかな。
ガティ、キャディラックとシボレダットさん、ダッチ、フェラーリだ。いや、フェラーリぐらいになってくるとやっぱ高くなってくるな。フォード、RB で早く、GMC、ホンダだ。S2000 ハーマー、ハーマーとジャガー、ジャガー撮影しろっていうのがあったけどな。どこでジャガーを見つけるの？ランボルギーに自分で乗ってんの撮影するってこと？撮影すればいいのかな。ジャガー高そうだな。レクサス、ロータス、エリーゼとか、マツダ、ロードスターとか、RX7、RX8、はい。メルセデス・ベンツ、三菱、ライボあるね。ライボ、まあ、安いのもあるな。コモンと。エアでもそんなに高くない。GTO。いいね。ランニボ、つばりき。これが一番いいね。安い。日産、ちょっと GTR。600馬力ぐらいなのか。これ馬力だよね、数字ね、どう見ても。古い。スカイライン GT。R32 とか33とか、これ34っぽい。ここら辺が欲しいんですよ。これは結構一番馴染みがある。6万買うか。懐かしいの。デザイン、あ、ペイント、ペイント選べんのこれ、もしかして。え、一般の人が考えたやつ。いや、いやいやいや、作者の情報、作者カラー、あー、かっこいいな。セミグロス、文化標準、どれ、この色もちょっとかっこいいな。あー、買っちゃった。なんかさ、GT カーみたいなペイントないのかな。おお、イエーイ。やっぱこれだよな。あ、じゃあ、ウェーオイルか、あ、カスタマイズ、コンパウンド、標準、グリップ、A になるのがいいのかな。グリップが高まるってこと、性能が高まるの。取り付け済み、タイヤコン、ここら辺がいいみたいだな。ジャンプ、ジャンプ下がるけど。スリックタイヤ。いいのかな、スリックタイヤ。滑るんじゃねえか、これ。グリップは？でも、グリップ高くなるとか言ったらな、これな。
ホイール。Do you want to continue working? Or shall we get these installed? Okay. 他にエンジンとかかす、もっとパーツ変えらんねえ。変えられる。ああ、すげえ、マジですげえ。ちょっと待って。違う違う違う。エンジンは、ちょっと待って。エンジンのカスタマイズはできないんですか？エンジンのカスタマイズは。エンジン見るだけ？見るだけか。サイドスカート。パフォーマンスアップさせる。お、ちょっとでもダメだな。サイドスカートつけても。こんなの。すべて開けろ。リアウィング変えたりもできる。リアバンプ下がるのは嫌だよね。形が変わるだけ。スタビライザー、マフラー変える。ナンバープレート、ぐらいかな。かっこいい。オフロード、あー、まあいいや。いいね。あー、もうちょっと買えばよかったかな。うほほほほー、ちょっと待ってくれ。ということでね、こう車を中心にこう、あー、撮ることもできるわけね。素晴らしいねこれね。ジャガーを買ってこれで撮影すれば別にね、フォトチャレンジいけるんじゃん。プライアアスルってどこだな。ジャガー買ってみるか。ジャガーの中古車でジャガー売ってないかな。安いやつ。安いっつってもな。うわ、タゲ。一番安いやつ買うぞ。これでいいよ、これで。これやれば希望価格で落札、即落札ってことか。落札成功。中古車で安く買いました。これでさ、
違うぞ。これ取りゃいいだけのはず。え、バツになっちゃうの？なんでバツになる？これどっちでもよかったってことかな。え、これで、や、で、できたことになる？いやー、わかんないね。わかんないけど。もう出てこないね、チャレンジが。はい、ということでね、ちょっとやってみましたけど、いっぱいね、いろんな要素があるみたいでね、やりがいがすごそう。やべえ、引っかかっちゃった。引っかかるとかあんの？マシン変えるしかないって。落札しました。はい、落札しましたよ。はい、ではね、フォルザホライズン5をね、ちょっとやってみましたが、これはね、まあ、そんなにレースゲームが得意じゃなくても、なんか、私も今ね、ずっとやって、ビリにね、ずっとなってたけど、でもそれでもね、なんかリワードちゃんとあるし、なんか、レースだけじゃない、ミッションもいっぱいあるので、まあ、そういうものでお金を稼いだり、ね、車をゲットしたりとかも結構できるので、はい、でちょっともっと慣れてきたので、ね、車チューニングとかしながら、ね、レースも、覚えて、コースを覚えたりしてね、すれば多分勝率、勝つ確率もね高くなりそうなので、ね、そういうことをやっていく感じで。はい、ちょっとね、普通のレーシングゲームとは、ね、シリーズね、ちょっとこのぐらいやるのは初めてなんですけど、なんかそのただのレースゲームじゃないっていうところがね、ちょっと熱中度があるなっていう感じですね。はい、まあ、最近こういうのが結構オープンワールド系のレースゲームっていうのがね、出だしてるんでしょうかね。クルーとかもそうですかね。そんな感じなんですかね。あんまりクルーはね、に関してはクルー2というのが買ってあって、例によってね、積んでしまってるんですけど、はい。かかっちゃった、また。こういう時はもうのマシン乗り換えるしかないのかな。乗り換えればね、抜け出せそうだけど。はい、ということでね、とりあえずこのままだとね、何時間もやり続けちゃいそうな感じなんで、一旦ここでね、プレイの方終わりにして、はい、見たいと思います。またね、ちょっと慣れたらね、もう一回録画してね、ちょっとね配信してもいいかなと思うんですけど、今日ちょっとねダメダメだったので、もうちょっと慣れてかなと思いますが、はい、皆さんもね、ゲームパスがあれば、クラウドでもね、ローカルインストールでも遊べますので、興味のある方はね、入会してやってみていただければと思います。はい、それでは今日はね、これでプレイの方を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
回転でした。